自分撮りをする方法をご説明します。サブカメラでは最高峰の500万画素のレンズを採用しています。 Facebook などSNS に上げる自分撮りの写真もより美しい写真を撮影できます。それでは設定してみましょう。ホーム画面からカメラをタップします。画面を左右にスライドすると自分撮りに切り替えることができます。これで設定完了です。カメラアイコンをタップするとカウントダウンが始まり、片手でも簡単にシャッターを切ることができます。レタッチアイコンをタップするとを加工することができます。